こんにちは。シュアーズ佐野さんのアシスタントを務めている松井です。今日は悪用現金、楽天ポイントの意外な使い道2つと現金化する裏技を公開、第2章をお話ししたいと思います。実はこんなサービスも。知っておきたい意外な楽天サービス。楽天でできることは買い物だけだと思っていませんか？実は楽天ポイントを活用できるサービスがいろいろとあるのです。普段の生活でポイントが貯められれば嬉しいですよね。以下におすすめサービスを紹介します。気になるサービスがあればぜひ利用してみてください。楽天元気。2016年の4月より電力小売全面自由化が行われ、それとともに楽天が提供を開始した電力サービスです。なんといっても特徴は楽天ポイントがたまる、楽天のマイページで電力使用量がわかる、この2つではないでしょうか。必ず使用する電力が毎月ポイントに変わっていくのはとてもお得ですね。また手軽に電力の使用量が確認できるのも節約につながります。電力会社の自由化が始まってからまだ一度も比較検討をされていなければ、楽天電気を試してみてください。電力会社も競争を始めていますので、楽天ポイントのメリットを抜きにしても電気代が安くなるかもしれません。楽天ショータイム。楽天の動画視聴サービスです。国内外のドラマや映画のラインナップも素晴らしいので、休日に家族や友人と楽しめます。購入やレンタルなどのオプションが分かれていて、用途に合わせることができます。1話無料などもあるので、今までレンタルショップを利用されていた方はそれだけでもお得なサービスです。楽天デリバリー。ピザやお寿司の出前を頼むときに楽天のポイントを貯めたり使用したりできるサービスです。有名なところで行くと、ガスト、銀の皿、ピザハット、ピザーラ、ドミノピザなどがあります。また、楽天デリバリーを初めて利用する場合にはポイントが10倍もらえるキャンペーンを不定期にやっています。日頃から利用されている方はもちろん、ちょっとした贅沢やパーティーなど初めて利用する方も重宝しますね。楽天エディに交換すると通常の買い物に使えて便利。楽天エディに交換することで通常の現金同様に使い勝手が良くなります。さらに楽天エディでのお買い物もポイントが付与されるので、お得感が満載ですね。キャッシュレス時代と言われていますが、間違いなくその波は来ていて、現在ではコンビニやスーパーはもちろん、レストランや家電量販店、ネットでも楽天エディを使用することができます。使用できるお店の一部はこちらの画像に記載されている場所です。まとめ、いろいろな使い道があるけれど、無理せず使うのがベスト。いかがでしたでしょうか。いろいろな活用法を紹介させていただきました。しかし、結局のところ、無理せずに使うのがベストです。ポイントに振り回されて余計なものを買ってしまったり、多くの時間を割いてしまっていたら、それこそ損をしています。いくらポイントを有効に活用しても、基盤となる生活が整っていなければ、豊かになっていくわけがありません。あなたが生活した上で、たまっていくポイントを無理せずに必要なものに使用していくのが、経済面、精神面にもいいのではないでしょうか。佐野のおすすめのポイントの貯め方、使い方は、普段の生活の中で利用できるところで活用していく方法です。今まで普通に買い物していたところに、さっとポイントを出すだけでお得に無理せず貯められます。今日は以上です。また、さらに詳しい情報を、シュアーズ佐野の公式 LINE、アット限定で配信しています。LINE にご登録していただいた方には、今だけ、期間限定で無料で儲かるお宝商品リスト20選をプレゼントしています。ぜひ LINE にご登録してくださいね。本日はご視聴していただきありがとうございました。